はい、本日は、ノースフェイスのパーテックスのスタッフバッグの紹介をしたいなというふうに思います。で、そちらがですね、こちらになるんですけども、このスタッフバッグっていうのがもともと登山とかの時に着替えとかを入れたりして、で、カバンの中に入れていくっていう感じで、要はなんか小分けする袋っていう感じらしいんですけど、僕はですね、まあ一応今後、今からやったら例えば海とか、あとジム行ったりとかする時とかに、まあこういうのを着替えとか入れといたりとかして、まあ使おうかなというふうには思ってるんですけど、カラーが、まあ僕はこの白なんですけど、嫁にはこの黄色があって、まあ他にも赤があったりとか、あとブラックがあったり、計6色ぐらいあるんですけど、まあその中でこれを選んでるという形になります。これがですね、7リットルっていう大きさになってるんですけど、まあ、7リットルだったら大体こういうバスタオルは入るぐらいの大きさで、まあ、大体これぐらいのバスタオルやったら入るかなっていう感じなんですけど、はい、っていう感じでこれぐらい入る感じで、まあ、まだ全然余裕はあるので、まあ、プラス着替えとか入れたりもできますし、まあ、例えば海とかやったらこれに水着とか入れて、でこれでバスタオルで持って行って、で帰る時には、またこれ濡れてるやつをこの中に入れて、まあ、カバンの中に入れるっていう感じで、まあ、使おうかなというふうに思ってます。で、まあ、この生地がですね、パーテックスっていう生地がもともとイギリスのパラシュートの生地で使われてる生地なので、ナイロンなんですけども、とても強度が強くて、二重デニールっていう比較的細い糸をめちゃくちゃ高密度にギュッて合わせてるので、その分強度もある、軽くて強度もあるっていう感じで作られているので、まあ、普通にこんなどこでも別にその辺で売ってるやんとかって思ったりするんですけど、まあ、そのパーテックスっていうところがまあこだわりがあるっていうところになるかなと思います。まあ、例えば雨の日とかでも、こういうこの中に大事な着替えとか入れといて、まあ、リュックに入れておけば、まあ、間違いなくこれは濡れない、この中のやつは濡れなくて、まあ、リュックは濡れたとしてもこの中の大事なものは濡れてないっていう感じでも使えますし、まあ、さっき言ったみたいに、まあ、ジム行った後にビチョビチョになった着替えをこの中に入れて、まあ、リュックに入れて、まあ、パソコンとかと一緒に入れても、まあ、パソコンは濡れないですしっていう感じで、まあ、使えるんかなと思って、まあ、購入しました。まあ、人によったらこの中に靴を入れる方もいらっしゃるみたいなんですけど、僕は28センチの靴だったらこれ入らなかったんで、まあ、もう少しちっちゃかったら入るかなと思うんですけど、まあ、基本的には僕は着替えをメインで入れようかなというふうには思ってます。で、これが一番、このスタッフバッグが最大の7リットルっていう大きさで、まあ、このバスタオルも余裕で入るぐらいなんですけど、まあ、もう一個ちっちゃいやつだったら5リットルで、さらにちっちゃいやつだったら3リットル2リットルっていう感じで、まあ、大きさもいろいろあるので、もともとその登山用っていう形なんで、まあ、こう着替えであったりとか、あとまあ大事な濡れたあかんものやったらもうちょっとちっちゃいやつとかっていう感じで、みんな分けるかなと思うんですけど、まあ、僕らはあくまで着替えをメインっていう感じだったんで、まあ、今回こちらを選びました。で、こちら先ほど言った通り6色あるんですけど、まあ、基本的には一応中に何が入ってるか分かるように、まあ、ちょっと透けるような、透け感のあるような感じになってます。ブラックは見たことがあって、ブラックは結構比較的色が透けない感じだったんですけど、それ以外の色は、まあ、若干色が透けるっていう感じにはなってます。で、実際ですね、まあ、僕がジムに行く時の格好とタオルを入れてみたいなと思います。ではですね、こちらバスタオルと、あとハンドタオルと、あと着替え、ショートパンツと、あと T シャツっていう、この4つを入れていきたいなと思います。で、これぐらいの大きさで入るので、まあ、7リットルあればタオルと着替えぐらいは入るかなと思います。で、この中のリュックにポンって入れとくみたいな感じで使えば、まあ、濡れたりカバンの中が濡れたりとか、あとごちゃごちゃになったりしないので、まあ、そういうところで便利かなと思って購入しました。はい、でですね、まあ、値段が、2376円っていうところで、この、まあ、パーテックスっていう生地を使用してて、まあ、頑丈っていうところで、まあ、少し値段が高くなってるのかなと思います。なので実際、こういうめちゃくちゃ薄い生地なんですけど、まあ、こうやってこういう感じで強く引き裂こうとしても頑丈に作られているので、まあ、なかなかこう破れたりしにくいんじゃないかなというふうには思います。はい、ということで、本日はですね、ノースフェイスのパーテックスの、スタッフバッグの紹介をしてみたという動画でした。以上、ありがとうございました。